さてここでデイブがちょっと気になった今週のニュースまたピックアップしたいと思いますけどおとといですか27日にロシアが国際宇宙ステーションにロボットを打ち上げ見事成功したっていうのがありましたけどこのロボットは人間型のロボットであだ名がフェードール FEDOR。E D o R フェイドールロボットっていうんですけど、えー、このフェイドールはファイナルエクスペリメントルデモンストレーション・オブジェクト・リスーチこれを略,略してフェイドールと呼んでるロボットなんですけど確か2年ぐらい前2017年ぐらいにこのフェイドールロボットがロシアで、ね、実験をしてですねなぜか、えー まあ1 8 0ンチぐらいの人間型ロボットなんですけどなぜかその2017年の動画ではこのフェイドウールが剣状を持って剣状をぶっ放してたみたいな、えー、まあいよいよロシアも、えー、ロボット軍隊を作るのではないかみたいなことも噂さされていましたけどまあ今日の世論調査は見た目まあ見た目が意外と各 あのいろいろなメディアを見ていますとちょっと気持ち悪いと薄気味悪いというあの人間ロボットなんですけど、まあ、これを国際宇宙ステーションについ一昨日打ち上げてこれから1週間半かけていろいろな実験を行うというふうにあのそんなニュースが伝わってきたわけですけどまず最初にちょっと奇妙なのがその人間型ロボット1 8 0ンチもあって結構体重も結構重たいものの。 なわけですよ、ね、で要は国際宇宙ステーションで、まあ、どういうリサーチをしているのかよくわかりませんけどなぜそんな大型のロボットを打ち上げなきゃいけなかったのかというあの何か知ってますこう宇宙にものを打ち上げるっていうのは1キロあたり億単位のお金がかかるみたいなだから重ければ重いほど要はもうロケットのエネルギーとしてこう要は空に打ち上げないといけないわけじゃないですか。だからこんな重たい あの実験をするんであれば別に人間型のロボットをわざわざ宇宙まで打ち上げる必要なんてどこにあったのだから非合理的じゃないですかだから実際になんか実験で何かを使うんであればもっとコンパクトなロボットとかを全然打ち上げてもよかったんじゃないかとな,なぜこの人間型が必要だったのかということはこう国際宇宙ステで もう実験ですよねだから大したことはできないと思うんですよ、このロボットは。まだ実験段階で、献上をぶっ放すぐ程度の <laughs> ロボットなんですけど、人間型がなぜ必要なのか、なぜそんな、だってロシアだってそんなに予算がないわけじゃないですか、大掛かりなロボットをわざわざものすごいお金をかけて打ち上げて、それであの国際宇宙ステーションで実験をしなきゃいけないという。まあ どっちかというとこれはだからお金をかけたプロパガンダというかこれから要は人間に代わるこういうロボットがいろいろなところに旅してこういろいろなことを人間の代わりをやってくれるまあ当然だからもう戦争には人間は行かなくていいもうこういうロボット形式の戦いがこれから未来に向けてこういうものが使われるんだみたいなそういう プロパガンダのためにフェイドール君打ち上げられたのかなっていうふうにも思いますけどねあのまあ前回も話した通りこういろいろ、えー、脳にチップを埋め込んだりとかどん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 そういうハイテク技術が開発される中どうなんでしょうかねロボット君とか、えー、こういう話題性を持ってまあもともと僕はその国際宇宙ステーションがあの実際にあるかどうかっていうのも <え>怪しいと思っていますので、ね、どうなんでしょうか皆さんそのうちロボットの人権とかも出てきそうですよ、ね、ロボくると思ういやだからなんか最近あのネットで回ってたのがそのロボットの実験で人間がロボットの,その耐久テストで殴ったり蹴ったりするんですよはいはいはい立ち上がったロボットを蹴ったりとかなんかありましたねそうそうそうひどいいことしてるみたいにこう、えー 回す人に回していく拡散するっていうのがあってあこうなるとロ,ロボットのじ人権みたいなのもまあそこでロボットもあの気持ちを持つようになって <laughs> <laughs> 殴られた蹴られた人間に対して攻撃を行うみたいな <laughs> SF の世界があの近づいてくるのではないかみたいなところもありますけどねどう思うでしょうか。えー まあそれよりも国際だからもう一個あの思ったのが要は宇宙ステーションがあるあるってみんなで言ってるわけじゃないであの日本人も言ってるとまあアメリカでも、えー、ロシアもまあいろいろな人が宇宙に行って宇宙ステーションにいるみたいなことでまあそれも陰謀の世界では実際には宇宙には行ってなく NASA のプールで撮影してるというの本当の話ですよ。 あの宇宙船とか国際宇宙ステーションの動画とか見るとなぜかこうあの泡,泡が浮いてるっていうかだからいかにもなんかえなんで宇宙空間なのに泡が浮いてるのみたいなそういう動画も出てきますからねだから怪しいもんですよだからあのどん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 人間が嘘をつけなくなってきたからこれからは宇宙ステーションにはロボットだけを送るみたいなねロボットは嘘をつかないという。<laughs> えー というわけで、えー、フェードロボット見事おととい成功したというそんなニュースでしたけど。